はい、久保さん、おはようございます。覆面 YouTuber、タカです。気になる男シリーズですね。気になる男シリーズ第56話。第56話やってきましたね。第56話やってきました。ちょっと今回はですね、録画の方法を少し変えたりして、今回はちょっとかなり大きな やり方を変えてやっているんで、ちゃんと録音できてるかっていう ごめんなさい。ところもいろいろちょっと試しながらやってるところなんですけど、さっきですね、一回撮ったんですけど、失敗しちゃってですね、20分ぐらい喋ってテストをしてみたら、ああ、やっぱり失敗してるわーって、今もう一回やり直してるところで、これはきっとうまくいってるだろうと、これはきっとうまくいってるだろうっていうところでね、もう一回撮ってるところなんですけど、こうやってなんか気になる男シリーズで、ほんと毎回毎回、ちょっと、なんだろう、マイナーチェンジを自分の中ですごくしてて、小さい小さい変化。多分見てる人とかは気づかないレベルのところなんですけど、こう内部ではね、かなりいろんなところの変化をしていて、自分の中ではすごい、いろんなこと変わった。まあ、1ヶ月も経ってないとは思うんですけど、本当に大きな大きな変化。あれも1ヶ月経ったのかな？ちょうどもうすぐ1ヶ月ですね。気になる男が始まって、9月16日に始まったんで。まあそういうところがこうあって、なんかこうかなり濃い時間を過ごさせていただいてるなっていうところが、まああった、あるところでございますけれどもね、この会社員、まあ前回久保さんが会社員だったら、きっとこうなってるだろうなみたいな話をして、急にちょっと会社員のことを思い出して、ふとね、そういえば朝会社に出社したらすぐ朝会ありますよみたいなこと言ってた気がしないでもないんで、なんかこの YouTube 撮るのが、よし、じゃあ今から朝会ですよみたいなね、感じに、もしかしたらなってたのかもしれないなとか思ったりもして、完全にリモートだったら、じゃあ今から朝会ありますよみたいなね、いうことになってたのかなとか思ったりもしなくもないんですけどね、なんかきっとそんなことを思ったりして、今回はですね、自由人として生きる醍醐味というところでちょっとテーマを作っていました。だいたいいつもだったらこう、久保さんの話に乗せて、そこに、自分の見解を織り混ぜるって形にやってたんですけど、今回はちょっと形を変えてですね、完全に、自分の話みたいな感じにちょっとなっていくような気がするんで、ちょっとだけ、少し自分よがりな感じの配信というか、放送になってくるような気がしないでもないんですけど、会社員 vs 自由人、会社員 vs 自由人というところでちょっとお話ししていこうかも、自分なりの見解でちょっとお話ししていこうかなと思います。よろしくお願いします。さあですね、まあ、ちょっと会社員時代の少し話をしようかなと思ってて、まあ、もともとその、なんだろう、この気になる男シリーズも始めてから、まずは音声から始まり、そしてスライドを動かすっていう形の構成になり、まあ、特にそのスライドも動かす、初めの方はスライドを喋る文言も結構スライドの中に全部盛り込みながらこうやってきたところがあるんですけど、最近になってもう必要なキーワードだけをこうスライドに移しながら、あとはお話しするみたいな、こう自分の思いついたところをお話しするみたいな形にちょっとなるべく変化してきて、まあ、これをやることによってかなりスライドを作る時間が減ったっていうところがあって、あ、これはいいなみたいな、こうやって話せるようになると時間が作る時間がなくして、撮る時間だけどんどんどん動画が作れるんで、より、こう動画が作れる時間が増えるなと思って、すごくいいなとか思ったりもしてたんですけど、まあ、自分の会社員時代の話を、この気になる男シリーズでも少しさせていただいたんですけど、まあ、もともと大学生だったり、まあ、学生時代人と話すのが、人とうまくやれないだろうなと思って、この IT エンジニアの世界に、新卒で飛び込んだんですけど、まあ飛び込んだところでより分かったのが、これは IT エンジニアっていうのは、単純にパソコンを通して仕事してるだけなんで、実際は人としっかりコミュニケーションを取らないと仕事にならないなっていうのに気づいたわけなんですね。だからその人としっかりとお話しできる、人とコミュニケーションができるっていう能力、プラス、プログラムを組む。まあ、論理的能力ですね。論理的能力っていうのを組む。っていうところがすごい求められて、これはかなり高度な能力が求められる職業だなって気づいたら本当にね、後になってからなんですけど。で、自分がまずはプログラムを IT エンジニアの入りとしてプログラムを組むんですけど、まあ、これが組めないと、本当に人、
人が同じことができることが自分ができないと。で、なぜできないんだろうっていうところもあったんですけど、まあ、ともかくできないもんで、本当に人よりも時間をかけて、作ったりして、まあ、土日とかもこう潰しながら、いろいろね、いろんな本読んだり、どうやったら論理的思考能力がつくのかなっていうところをこういろいろやっていって、まあ、なんとかかんとか3年目、4年目とかこう生き抜いてきたんですけど、で、4年目あたりからですね、もうそろそろその、新しいプロジェクトやってみないかっていうところで、あ、ぜひちょっとやらせてくださいみたいな話で、こう、新しいプロジェクトの方に入ったんですけど、そのプロジェクトがまあ、10年がかりのすごいでかいプロジェクトでもう、まあ、クレジットカードを会社ですね、クレジットからも誰もが知っているクレジットカード会社の大規模新システムを取り入れるっていう、もう何兆円とかを、何兆円かちょっとわかんないですけど、すごい、もうこれまでないプロジェクトを投入した、それも10年がかりのプロジェクトだっていうところのプロジェクトの入りに入って、で、ちょうど始まったとこだったんで、まあ、お客さんの要件を聞き出して、それを紙一枚ペラに起こすみたいな仕事から入ったんで、まさに、始まり、本当にプロジェクトの始まりから入ったんですけども、これをやったことでかなり変わったのが、その、今まで人と話すのってなかなか難しいな、っていうのは分かったんですけど、この要件定義っていうのはすごいすんなりして分かりやすくて、まあ、お客さんが言ったことをしっかり紙に起こすというだけだったんですね。だからそこにあまりコミュニケーションっていうことがあまり発生しなくて、本当にお客さんがやりたいことっていうことを聞いて、それを、まあ、形に起こすっていう仕事だったんですごくやりやすいなと。まあ、そこで、あ、これはすごい分かりやすい仕事だなと。お客さんがやりたいことを具現化、まあ、実現できればいいのかと。そこで初めてシステムエンジニアとか IT エンジニアってこういう仕事をやってるんだなっていうことに、まあ、気づいたりもしたんですけど、まあ、そのプロジェクトが、まあ、このプロジェクトがきっかけでとか、もうほとんどこのプロジェクトに、自分の人生が、自分の会社人生がほぼ投入されたような気はするんですけど、そこからもう5年、6年かいうところでこう、まあ、要はいろんな現場が変わったと言って、その現場がいろんなところにあったんで、そのプロジェクトの。まあ、そのプロジェクトの現場、いろんな現場にこう、いろいろ行ったというだけで、本当それまでは、本当に単発の仕事をしてたんですけど、あ、違うな。今まで、それまでは単発の仕事ばっかりでいろんな現場に行ったんですけど、そこから4年目、5年目からようやくその一つのプロジェクトに腰を据えるっていう形になったんですよね、確か。で、まあ、その中でそのプロジェクトも途中でうまくいかなくなったりして、一旦その2年間ぐらい凍結みたいになったりして、まあ、その間また違う仕事をして、また2年後から復活、もう一回そのプロジェクト動き出したって戻ったりして、こう、本当に、長いプロジェクトだったんですけど、そこで、まあ、最終的にですね、こう、プロジェクトを動かす人間にな、人になれたわけですよね。まあ、これもその、本当、偶然と偶然が重なったというか、要は、プロジェクトマネージャーって言って、プロジェクトを動かす人が、もう、どん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 次から次にこう、鬱になっていくわけですね。やっぱ、あまりに厳しい仕事なので。なので、その穴埋めをずっと自分はしてたっていうところで、で、その、なんか、鬱の人が少し戻ってきたら、またその人に任せて、で、また鬱でまた、ね、3ヶ月、1週間とかに、あ、1ヶ月とか2ヶ月休んだら、また自分がやるみたいな、その影要因として、影プロジェクトマネージャーとしてこう動いてたんですけど、まあだからそんなにその責任っていうのが特に自分に来なかったっていうところが良かったっていうところもあるし、思い切り決断できたっていうところもあったし、まあ自由にやらせてもらえたっていうところがありましたよね。これが本当に表舞台に立って自分がプロジェクトマネージャーでやってたら同じように鬱で倒れてたと思うんですけど、もうそうじゃない、ちょっとね、ちょっと斜め横からの登場だったんですごい良かったんですけど、まあ、ただこのプロジェクトを動かすっていう経験はできたのはね、あ、これは人生ですごくいい経験だったし、あ、これは自分の一言でこんな人が動いちゃうんだみたいなね、あ、簡単に言っちゃダメだなっていうところを思ったり、まあそれに対してやっぱいろんなね、自分が動かしてるっていうのを皆さんが知ってるわけでね、これはどうなの、あれはどうなのっていうことをこう聞いて、来られたりもして、なんか、こうやって組織って動いていくんだっていうところはなんか初めて、やっぱ100人単位とか人が動いてたんで、あ、すごい仕事に携わってるなっていうのはふとこう感じたりもした、この20代後半だったかなと思ったんですけど、まあそれが、そのプロジェクトがまあようやくリリースしてですね、
まあ、そこで自分も20代中盤からずっと携わって30代前半になったのかな。その時はちょうどプロジェクトが終わって、ちょうどね、そこで子供が生まれたんで、あ、じゃあ、よし、もう今まで大変だったんで、少し IT エンジニアの仕事はセーブして 子育てをしようっていうことで、もうほとんど、もう仕事、もうそこからはもうほとんど定時の仕事にして、あとはもう、どっぷり子育てっていう形に入って、まあ今になったんですけどね、今でようやく子供が小学2年生になって、あ、やっとなんか静かにっていうか手が離れたな、みたいな、だいぶ小学校も行ってるんで、もう自由に友達と遊ぶようになったな、っていうところになって、まあ今になってるんですけど、本当に今はまあ仕事を、まあ会社ではなくて今自分で仕事をする。まあ、いわゆるフリーですね。フリーになったっていうところなんですけど、本当にこの仕事と生活が融合する生き方ができてるなぁと思っていて、まあ、もともとそういう仕事のやり方はずっとしたかったんですけど、やっぱりセキュリティの問題上、家で仕事っていうのはできなかったんで、リモートで繋いくことも最低限できたんですけど、やっぱりそれだと、実際システムのことを見ないと問題解決できないっていうことがたくさんあったので、やっぱり現場に行くっていうのが、まあ、基本、な、働き方だったので、なかなかやっぱ家で仕事ができないなっていうか、すぐ解決できることはしてたんですけどね。今は自由に仕事がやり続けることができるっていうのは本当に幸せな状態なんですよね、本当に。もう起きてすぐにね、もう仕事ができるって、起きた瞬間から仕事ができる。あ、こんな幸せなことはないなと、自分も本当に仕事がしたいときはもう朝ね、始発で会社に行ったりして、システムのとこ見に行ってたりしてたんで、どうなってんのかなみたいな。どうなってんのかな みんながね、来る前にちょっと調べときたいな、みたいなところで、朝から勝手に仕事してたんですけどね。いろんなことやったりして、なんかやっぱり、もう通勤時間も惜しいみたいな、通勤時間も惜しくて、もう、早く行きたいっていうね、もう、ってなことをなんかやってたこともあったりして、もしかしたらこれ仕事が好きなのかもしれない。やっぱ興味のあることに対して自分が多分好きなんだろうなとか思ってして。まあ、家で、できることは家でこう、手書きのラフスケッチとか書いたりしたりしてたんですけど、あとはやっぱ眠くなるまで仕事ができるっていうのはやっぱりすごく幸せなことだったかな、幸せなんじゃないかなと思って今は本当に。ずっとできるってことですね。もう隙間時間というか、まあ子供がね、もう寝てしまえば、あとは自由になるんでまた、自由な時間が取れるし、今はなるべく子供の時間を取ってあげたいなぁと思ったりもしてるところなので、まあ、そことうまく兼ね合いができると、やっぱ仕事がしやすいとても。まあ、あとはこう無駄すぎる通勤時間だったところが仕事ができると言っても、これ無駄、自分はした記憶がほとんどなくて、実際は満員電車といっても、絶対座るようにはしていて、座ってなんかこう、物書きをしてたり、まあ、実際、本当小さいミニパソコンみたいなのを持ってなんかカチ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 やってた気がしてて、なんかこの満員でもみくちゃにされてたって記憶あまりないんですよね、本当に。まあ当然ね、やっぱあまりに忙しい時はちょっと苦しくて、もうなんかもうもみくちゃにされない、されてこう、へたってた時もあったんですけど、そうじゃない時は大体なんか座って行ってたような気がするし、帰る時も座ってたなと思ってて、あれ無駄に時間をしないように、心がけてたような気がしてて。あと会社の休憩時間に合わせなくていいっていうのが最高ですよね。だからみんながその12時になったらやっぱチャイムが鳴るわけじゃないですか、ピンポーンっつって。みんな仕事辞めるんですけど、もう仕事辞めるのがもったいなくてですね。結局、なんか、いつも仕事を昼休み、わーってやっちゃって、で、なんかいつも力尽きてたんですけど、休憩時間無駄だな、いつも無駄だなと思って、1時間もいらねえよと思ってたんですけど、ね。あ、ご飯食べる時間ももったいないなと思って、結局ご飯食べなくて人間生きれるんじゃねって考えてやってたら、あ、これ別に食べなくても生きるんだってことに気づいて、あ、すごいなんか仕事にできる体にどんどんシフトチェンジしていった気がしてもしてても、周りから見たらどん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 ね、おかしな仕事人間になっちゃって、まあでもそのおかげでこういろんなことを知れたんで、まあいろんなことがこう人から質問されても大体何でも答えれるっていう。本当にね、何聞かれても別に、聞かれたらまた調べればいいし、という繰り返しをしてると、もうわかんないことが大体なくなってくるっていうね。いうところがあって、これは面白いなというところがあって、もういろいろいろそのシステムに詳しくなればなるほど、まあ、システム以外のこともいろんな情報がやっぱり、システムに詳しいことを詳しければ、いろんな情報が
その政治的な話とかもいろんなこう舞い込んでくるんで、また人間関係とかいろんな人のね、この人とこの人が仲いいとか悪いとかいろんな情報が入ってくるんで、まあ勝手に話してくる人がどんどん近寄ってくるんですね。なんか、ちょっと聞いてよっつってよ。ちょっと聞いてよっつって、なんか、だからそういうことも、そういうことは聞けるんで、この政治的なところ。あ、この人とこの人とやり取りするときはこういうふうな身の置きどころすればいいんだな、みたいな。一人でこうプログラム組んでたときはもうね、何もわけもわからないし、人と話したくないなとずっと思ったんですけど、システムのことを一つこう、より詳しく特化することによって、人とのコミュニケーションもなんか、人が教えてくれる。コミュニケーションの仕方を人が教えてくれるみたいな言うことがあって、ああ、なんかいろんな面白いことが起きるもんだなっていうところはこうやって、なんかそんなことを感じてましたよね、本当に。あ、だね、夜も際限なく仕事をやっていいっていうところがやっぱりあって、まあ、ね、徹夜してやる、でも、元気なら別に仕事やればいいんじゃないかとはずっと思っていて、まあ当然ね、肉体は無敵じゃないんで残念ながら寝なきゃいけないんですけど、逆にちょっとね、少し睡眠時間削った方が、こう、頭が冴えたりもすることあったりんで、まあここもね、際限なく仕事をやれるっていう環境、だから絶対その、家でするんで、こう寝過ごし、会社寝過ごしみたいなのがないんで、これはすごくいいなと思っていて、あとはその自分の限界まで挑戦しても迷惑かけない。まあ自分のやることなんで、ちょっと無理してもいいし、なんかこう、連帯責任っていうのがあまりないからいいなと思っていて、だから自分がこうやりすぎたことによって他人に迷惑かけることになって、ちょっと自分がこう、チャレンジしたことがね、実は他の人を迷惑かけたりっていうことはよくやってたんで、なるべく出過ぎた真似はしないようにっていう、他の人の歩調を合わせるような形もしてたりもしてたんですけど、本当はやりたいんだけどな、でもこれやっちゃったらみたいな。でもとか、またやっぱ今すごく、なんかやりやすい気がしてる。あとこの新しい知識を貪欲に学び続けれるっていうところ、これも本当に大きいなって思ってて、やっぱ IT エンジニアの世界ってすごく、古い体制っていうところも、古い体制の場所もあって、もう全然インターネットもさせてくれません。スマホも持ち込み禁止ですみたいなところもあって、あ、これは厳しいなみたいな、全然新しいこと学べねえよみたいな環境もあって、ただやっぱそれはそこの環境なのでどうしようもないっていうところがあって、まあそういう現場っていうのはほとんどなんか新しいことが取り入れられてなくて、本当に古い体制なとこだって、古い体制のままだなと思ったりもするんですけど、逆にその、やっぱり進んでる会社、まあ大手とは言わないですけど、成長してるところはやっぱりどん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 ね、新しいことを取り入れて、もうまた、その人、ある社員の、ある方の考え方を一気に取り入れて一気に広めるみたいな、いうところもあって、本当にやっぱこう伸びる会社、伸びないシステム、伸びるシステムっていうのはこうやって分かれてるんだなっていうのをすごく勉強したような、気がしますね、本当に。また個人としてやったことが自分の実績になるっていうのは、まあ YouTube に対しては自分の資産になるっていうとか、自分のやったことがやっぱ積み重ねになってくる、自分が目に見えるっていうところがすごくいいなと思ってて、まあ自分の一つの現場にもずっといたし、いろんな現場も転々としたこともあったんですけど、やっぱりそれなりに自分の手順書とか、そのやり方っていうのはしっかり手順書はまとめるようにしてて、それを、まあある現場の拠点にいつもいつもこう残してたんですけど、結局いつも手順書はありがたいありがたい。これがね、もうずっと使えていつもありがたいとか、ね、一回現場に行ってまた違う現場に行ってまた戻った時、まだその自分の作った手順書使ってるのみたいな。いや、誰も作る人いないんだよ、みたいなね。いやいや、もう全然変わってるでしょ、みたいないう感じもしてて。ああ、そういう人を作る人いないんだな、とか思ったりもして。ただこれって自分のものになってないな、っていうのはすごくあって、せっかくね、一生懸命作ったんだけど、これ自分のものになってないなっていうのはすごくもったいないなっていうのはすごく感じてたりはしたんですけど、やっぱ自分でやるとそれが全部自分の記録に残るし、自分のものになるんで、すごくいいなと思ってますね、本当に。まあ、あとは頑張った分が全て自分のお金になるっていうことですよね。本当にそこっていうのは感じましたよね。本当に IT エンジニアだと、どう頑張っても30万が限界、だったので40万って多分いかなかったと思うんでね、それがやっぱり頑張ったら100万とか入ってくるんで月に。あ、これはやりがいはすごいあるなとは感じましたね。まあ夢があるなというか、多分あと30年間働き続けても多分30万、まあ言っても40万いくのかなぐらいな生活だったんで、まあ、これはパラダイムシフトというか、あ、これはやるべきだな。うん
っていうところは感じましたよね。本当に一生懸命ね、身を削って働いてもやっぱり30万、35万が限界だったので、自分はそういう世界にいたので、すごくいい働き方をしてるなぁとは思ってるんですけどね。あとはその自分に対する理解をひたすらやっていくっていうことができると非常にいいのかなぁと思ったりもして、結構これ、もしかして今時間経ってます。ちょっとなんか偉い自分の話ばっかりしちゃって、あれなんですけど、今何分だろう？あ、20分か。20分経ってるんで、まだ大丈夫かな。まだ このままいきます。はい。また自分に対する理解をひたすらやっていけるっていうのが良かったなと思って、どうしてもやっぱりその会社員だと上からやったことに対してしっかり答えるっていうことをしかやっちゃダメで、その間で自分がこう考えし、こうやったらもうちょっとうまくいくのになと、こうやったら早いのになとかいう考えあったりもしても、やっぱりそこを通すためになかなかね、承認とか、すごいなんかいろんな手間暇をかけて、ようやく自分の、こうやったら早くなりますっていう主張が通ったと思ったら、ね、鶴の一声で昔のやり方がいいっていう、なぜかそういうことで昔のこうやり方戻ったりもして、なんかね、何なんだろうと思ったりもしたり、そう、一つのやり方だけじゃないんだけどな、特にシステムとかやったら新しいやり方は取り入れればいいのにな、とか思ったりも、もしたりもして、こう、いろいろ考えることはすごくあったなと思って、まあ、思うことはあったなと思ってて、あとはこう、他人のお金を払っていくことに専念していく。これは本当に新しい今の考え方かなと思って、もちろんシステムを作るっていうところでね、お客さんが求めるものをただ作っていくっていうところにコミット、まあ、コミットしないと意味ないんですけど、まあ、ただ今の感じと、やっぱりお客さんの要望って本当にニーズって多種多様だなと思ってて、自分はこの YouTube を作って、例えば広告収入で稼ぐんであれば広告収入、まあ、その視聴者が求めるものを作るっていうところに専念はすればいいっていうところを、かたやね、なんかこう、いろんな、まあ、例えばブログとかをね、作ることに対してモチベーションを作るためのこう動画を作っていただきたいとか、まあそういうね、自分のブログを読んでほしいとか、まあそういうニーズがあったりして、そのニーズに応えるだけでかお金が発生するとか、YouTube をすることによって、あ、いろんな人のニーズがあるんだなっていうところで、そのニーズに、まだね、いろんなニーズに自分がちょっとまだ見えてないところがいっぱいあるんですけど、まあ、そのニーズにしっかり応えていければ、報酬っていうのは発生するなっていうのは考えてはいて、本当にどういうことに対してお客さんとか、まあ、お客さんって言い方があれなんですけど、人はどういうことを求めてるのかなっていうのをよりこう追求していくと、お金って発生するんじゃないかなっていうのは、なんとなくは感じていて、あとはそこにしっかり自分がやっていけるかっていうところだけなんじゃないかなとは思っていて、まあその過程で、まあ、その過程でその自分のスキルっていうのがやっぱり高め続けてることにやっぱり喜びを感じると、まあこういうことを、に悩んでるなーっていうことに対してこう、じゃあ自分はこういうことができるんじゃないかっていうことを考えて、そのために足りないスキルっていうのをこう埋めていく作業をしていって、今回のこの気になる男シリーズも初めはその音声だけだったんですけど、まあなんか同じこと言ってますけど、もっとね、やっぱりしっかり伝えていくのはこうやってスライドの方がすごいわかりやすいんじゃないかなっていうところがあって、このスライド形式になって、さらにその全部が全部そのスライドで、前はスライドに全部この自分が喋ることまで書いてたんですけど、まあ、これキーワードだけでももしかしたらいいかもしれないなっていう感じで、本当にここ1、2、1、1週間ぐらいかな、この1週間ぐらいでようやくそのキーワードだけをこう抜き出してこうスライドを作るっていうことをやり始めたんですけど、そうやってこうなんか自分が毎日毎日やることに対して発見と驚きと連続化の日々なんですよね。本当に今はかなり変わってる時なので、まあ、そう言えてるだけなのかもしれないんですけど、まあ、こんなことができるんじゃないかとかね、あんなことできるんじゃないかっていうことをふと考えて、そして変えていく、まあ、変えていくというかやっていく。まあ、ただその、今までその自己対話する時間っていうのがあんまりこう取れてなかったなっていうところがあって、やっぱりその、自分が会社を辞めて一人でこうやることになって、もう、ありとあらゆる環境がいろいろ変わっても、なんかもう本当にアップアップな生活がずっと続いてたところで、なんかふとこう自分、まあこうやって久保さんとお話しすることによって、まあ要は対話をしてるんだけど自分と話してるみたいな、まあ自分のことを振り返りながら話すみたいな感じになるんで、なかなかこういう時間が取れてなかったような気がしてて、
まあ、だから本当に、こうすごく、なんでしょうね。自分になんかね、すごく濃い時間を過ごさせていただいてるなっていうところがあるんですよ。その中でやっぱり、新しいことに挑戦して、新しい、こう、もっとこう、うまくできるんじゃないかっていうか、もっと効率的にできるんじゃないかっていうことをこう、いろいろ調べていくと、あ、こういうやり方あるんじゃんみたいな、あるじゃんみたいな感じでね、そういう で、今回もちょっと新しいやり方で、今新しい収録でやってるんですけど、これうまくできるようになったらもっとね、早く撮れたりすることになるんで、これもっとこういけるな、みたいな、いうなんかこう、今、結構ね、突拍を忘れて、がむしゃらにやれてる状態があって、やっぱ嫌いなこととかやってるとね、どうしても時間ってなかなか進まないし、うまくいかないことがあるんですけど、今こうやって少しね、がむしゃらにやれる時期をこう取れてる時期があって、すごくいいなぁと思っていて、本当になんかすごい時間を過ごさせてもらって、なんか会社員だとやっぱこういうのできないんですよね。なかなか自分もやりたくても、会社員で残った時間ってあまりに少なすぎて、決めたことを残った時間でやろうすると、やっぱりこう挑戦が結構少なくなってくるんですけど、今すごい、やっぱり、フルで時間が使えるので、いろんなことをこうやったらいいんじゃないかな、ああ言ったらいいんじゃないかってこういろいろ調べて、あ、このやり方は自分に合ってるなっていうのを試すことができるんで、すごく、まあいい時間を過ごせてるなと思うんで、それがね、こう今のテクノロジー、こうやって YouTube を使ってやれるっていうのは非常にいいかなと思ったりもして、なんかいろいろね、まだまだ、自分にこう少し成長の余地が、まだまだ成長の余地が残っているっていうのは、やっぱ嬉しいところだなと思ったりもするんですけどね。はい。ということで、今回はその自由人として生きる、まあ醍醐味ということで、完全にもう自分の話ばっかりしちゃったんですけど、まあただ、こうやって自分のことを話すっていうところも今までやってなかったことだったので、ということができなかったところなんでね、まあ、こういうことが少しずつできるようになると、また、いろんなこう広がりができるんじゃないかなと思って、今回ちょっと56話を撮らせていただきました。はい、ということで、覆面 YouTuber、高ですね、気になる男、第56話、自由人として生きる醍醐味ということでお話しさせていただきました。ちゃんと収録されていることを願っております。はい、ということで、久保さん、第58話、次もよろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、切るにはどうやるんだ？収録終了を押せばいいのかな？はい、録画終了を押します。はい、ありがとうございました。